みつともチャンネル。と思えるよ。みちゃんだよ。これは夢のような光景が広がっておる。今日は久しぶりの大食いチャレンジでございます。はい、ダイエット中ですけど、だからヘルシーなものを選びました。はい、タンパク質ですね。そう、パンだけ。親父ギャグだ。寒いよ。ここにあるのは牛タン100枚です。何キロくらい？ 2.5 ぐらい。まあお肉はね、いくら食べても太んないとかいう噂を聞いたことある。というわけで100枚みっちゃんに焼いてもらいます。焼きたて熱々が食べたいから焼いて焼いて。わかった。おぐいチャレンジスタート。盗んない、いけ。フライパンで遊ぶ。いやいやいや、ハイボール。お酒は週2本まで。まあ、20本。なんでやん。2トン。なんでやん。お肉はさ、噛まんといけんからしんどいと思う。なるほど、顔が余計丸くなる。はい、どうぞ。ありがとう。いただきます。じゃん。まあまあ、食レポしてください。柔らかいタン。何がしたい。さっぱりと食べれるので、いくら食べてもお腹が空きそうです。なんかね、うん、ダイエット中だと結構さ、とめちゃん最近大食いの動画ないとかさ、コメントが来るの。だからたびたびさ、ダイエット中なりに大食い動画出してるんだけどね、謎にそれは見てくれなくてね。大食いじゃない動画に大食いが見たいってコメントはいつも書かれる。タイミングあるかな。見てよ、見て、必殺3枚食べ。すげえ。うん、早速持ってこーい。イエーイ。3枚食べをすることによって咀嚼回数を減らす。なるほど。スタンコが疲れにくいでしょ。なるほど。熱すぎて飲み込んじゃった。あらあら。いいやん、咀嚼回数。今日外出たらめっちゃ暑かったね。ねえ、夏じゃん。英語でしたなんだよ。ここは知ってても、へえ、そうなんだねっていうところでしょ。あらあら、売店は気をつけてね。それとお前が教えちゃうよ。いや、俺知ってたよ。気をつけて、英語で売店って意味なんだよ。そうだったんだ、すごい届いた、初めて知った。100って言ったから、枚数で言われたの初めてです、おばちゃんには。おろしポン酢、うん、おいしい。さっぱりしてます。こっちの方がおいしいかも。マジで？ちょっと一回洗ってこようか、なるよ。ただいまもす。もう顎が疲れてる。ね、もうちょっとで半分。ほらほら、ここが体だ。あらあら、生焼けを持ってていい。いや。ここ振り袖がついてるよ、みっちゃん。ほら、こんなところにハニケツが。お尻でっかいよ。でっかいね。はい、半分。イエーイ。バーベキューとか海で行きたいから、どうせ払ってるの。俺らトモも木の棒を拾ったりするよ。いや、いらんやろ、なんで木の棒だ。多分ね、キャンプとかもし行ったらね、トモエが虫を見つけてギャーギャー騒いでみーちゃんがイライラすると思う。うん、そうだね。虫ぐらいいるわって言うと思う。で、喧嘩になって離婚の危機なんだ。一気で離婚。そう。みーちゃん、スタンド使いになったらどんな能力が欲しい？どんな能力よりも俺はディオみたいに吸血鬼になって永遠の命を保つ。そしたらトモもそうなんなきゃ。トモは俺より先に死ぬんだよ。みーちゃんが永遠に生きるなら、トモも永遠に生きて永遠にラブラブすればいいじゃん。あらあら、そうだね、確かにその通り。そうなんだよ。
みっちゃんね、ジョジョの中で一番好きなキャラなで当てたけど、ジョータローやろ。ほら見ろ。その次は？ジョセフ・ジョースター。惜しいな。ジョナサン・ジョースター。こういちくん。ああ、わかる。こういちくん好き。トマエの1位誰でしょう？ゆかこさん。違う、全然違う。なんでだよ。なんで似てるとかそういうこと？いや、そんなことは言ってない。ロモの1位はクヒベロハン。最下位はジョセフ・ジョースター。なんでだよ。だって浮気男じゃん。ねえ。トマエ。ありがとう。治った？治った。最近マルチョクで。なんか届いたよ。チェキだね。チェキね、数年前まで1枚70円ぐらいだったのに今130円ぐらい値上がってるよね。なんかえらい高いよな。なんでだろう。もっと作ればいいね。トモエ最近ね、ファイナルファンタジー7してる。面白いね、初めて知った。ファイナルファンタジー面白いよ。でも今までずっとドラクエとかさ、スライムモリモリドラゴンクエストとかさあとモンスターズとかばかりしてた。幼稚園の頃友達と戦って友恵がよっしゃ勝つって圧勝しそうになったら、その子のお母さんが出てきてボコボコに倒された。ひどい。旗揚げ動画を作れ。面白い動画を、はい、何ゲームしてんの。いいじゃん、ちょっとぐらい。みっちゃん、友がゲームしてたらさ、こいつが死ぬよとかさ言ってくるんだよ。言っちゃダメ、まだしてない人がいるかもしれない。いいじゃん、別に。ダメ、これを見てしようと思う人がいるかもしれないでしょ。だって、ファイナルファンタジー7ってさ、いつの話だよ。20年ぐらい前のやつだろ。だからこそ、友達と同世代の人やったことがないかもしれないじゃん。でも、これにはアイテム使わない方がいいよって。だって、友達が、なんだっけ、キーファーがさ、消えるって知らなくて、全部そういう力の種とか使ってたのに、キーファ消えやがって女に溺れて裏切られた。どうぞボス。よろしい。ありがとうございますわ。ありがとうございます。よろしい。なんだ今回、オタトークな。ゲームトークかっていうかさ、ドラクエ12はいつな？待っているよと。ドラクエ3のリメイク俺絶対買うよ。もう俺ドラクエ3ってさ100回ぐらいやってる。嘘つけ。いや100回ぐらいやってる。だってファミコンの時からよ。100回は嘘。何百時間、何千時間かけてんだよ。100回やってるのってすごいね。それがモモモモモモとして入ってあげようか。いや噛まなくていいよ。ちょっと嫌なの。嫌だよ。なんでだよ。別にトメコモモモモとしてもパクって食べる。食べれるのと食べたいかは別なの。うん、食べたい。変態。おしめの咀嚼した肉さっさとくれ。掘ってるよ。なるとここが疲れた。もう鍛えられた。顔が丸くなる。どうぞ。なんか丸くなったけど。三枚食い。三枚食い。だって三枚食いした方が噛まなくていいんだよ。うざいよ。お、二枚でした。一回箸を置きました。ため息をつきました。全然なくならないんだけど。こんなん俺が全部用意したんだよ。お前食ってるだけやん。なんでそんなにさでかい態度。意味わからん。ごめんなさい。ありがとうございます。肉だって2万5000円したんだよ。完璧な花やな。なんで鼻まで丸いの。顔も鼻も丸い。これ性格も丸くなったらいいんだけどな。何うまくいったみたいな顔してる。性格は尖ってますな。尖ってない。2枚食い。2枚食い。おっ
すげえ、うん、さすが、うん、ほら、赤たーゴーンボレ、ゴーンボレさっさと飲み込めなんでここに入ってんだよ。おーごちそうさまでした。すげー、まだお腹は入るよけど、もう噛みたくない。あらなんかスープとかやったら飲める。スープ1キロぐらいやったら飲める。ここが死んだ、顎が発達したの。丸くなった。ここに食べる前の顔と比べてみよう。ちゅうわけで牛タン100枚 2.5 キロ、はい、完食いたしました。すげー。それじゃあパパキーパパキー。まだ食べれる。じゃあね、いいものがある。ほら見て、ほら黒毛和牛半額。ほらグラム1280円がさ半額だもん。これすき焼きする。もう肉はいいって。